失礼します。はい、失礼します。はい、社長、今日お時間取っていただきありがとうございます。いやいやいや、あのね、はい、楽しみにしてたはい実はその今8件だからさ、はい、今日出てくると9件かなって言ったで、はい、今月に10件っていうのを楽しみにしてたんだよ。はい、うん、社長、ほんとすみませんあ、これ契約書。はい、すみません。ないの、退職届じゃなくて、ちょっと見せちゃうよ。退職届なんだって、これなんでこんなもの出すんだよ。まあ、月末に社長に契約書を持ってくると、で私も見込みもある中で、そうそう、聞いてた、はい、聞いてた、動いておりまして、うんうん、でもう確実にいただけると思っていたんですけども、うん、結果として、うん、あの契約できて。なんで契約できなかったの。他の会計事務所と一回話をしたと、うん、でちょっともう一回見つめたいっていう、うん、今回は成果も出ずに契約書を持ってこれず、うん、退職届もこうやって持ってきた上でお聞きするんですけども、ちょっと給与を上げていただいたんですが、うん、それはなぜでしょうか。そうだよね、10万あったもんね。そうですね、10万給料上げていただいたなんていうほど上げてないよ、本当そうです。いや本当、5万とか8万上げればな、それは少し上がったかなと思うけどさ、2万や1万5000上がったってさ、そんな上がったって言えねえんだよな。いや本当、なそんな俺言うなよ。私自身せめて10万ぐらい上げてもらったら俺言ってよ、少し。 ありがとうございます。10万上げてもらうときは多分成果も一緒にこうついてると思うので、そんなにあれかもしれないですけど、まあ、あの俺なんか言ってもらいたくないんだよ、はい、それはその人の力がついたってことは嬉しいことだから、はいはい、そういうことです。分かりました、はい、本当にちょっとこれをっていう気持ちも一回あったんですけど、うん、それは、うん、本当に逃げ、まあ逃げね、ですし、それをやったことで良くなることは全く見込みもないですし、やっぱ、うん、まあ、私自身この会社がすごく、うん、まあ、好きな部分が、会社のどこが好きなの。こんな大変な会社ねえじゃん。成長やっぱできる。ああ、そう、あ、それは言ってもらってありがたいね。すごく鍛えられる。私は、うん、まあ、中途で入らせていただいて、うん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 、その時に、まあ、まず思ったのは、うん、まあ、平均年齢がすごく若い会社だなって、うん、33だもんね今ね。若い方たちがすごく引っ張っててくれてる会社なんですよね。あ、そうだ、頑張ってるね。私自身がすごく刺激をもらいますし、知った激励をいただいて、すごく勉強になる、成長できる場所だなって。 あ、それはありがたいね、そういう言葉はね。なので、うん、引っ込めろいいですかそこまで褒められちゃったらそれ受理するわけにいかねえじゃんかよここですごく勤めたい気持ちは、いや、それはね、すごくありがたい言葉、はい。ただそのためにはやっぱり自分自身が会社の売り上げに貢献しなければダメですし、うん、売り上げに、ね、貢献しようと思うとね、はい、貢献できない。僕の体験話してじゃん、武井先生のところで修行したことので、僕を使ってくださいって言って先生はね拾ってくれたんだよ、はい、拾ってもらったもんで武井事務所のために尽くそうと思ったの。その尽くすことはどういうことかっていうとね、誰よりも仕事を早くやる、誰よりも仕事をたくさん持つで、誰よりも先生に言われたことは はいっていうことですぐやる、それだけに心がけたの。どんどんと給料上がっていった。仕事ができるとかいう以前に、以前の素直さであったりっていうのが、そうそうそう、結果的に会社のためになる、うん、そう、時間もったいないので、うん、もったいないね、はい、うん、これからすぐ営業行って、うん、ちょっと取るまで戻りませんので、よしよし、はい、いいこと言ったよ。はい、頑張ってください、頑張ってください、はい、はい、ちょっと椅子入れてきよ、ちゃんと。あ、すいませんこういうことが欠けてんだよ。すみません、これは情熱も関係ない。そうだよ、いつもたくさんのコメントありがとうございます。お一つずつ返信はできていないのですが、すべて目を通しております。またコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。合わせて当社はビジネスマナーのセミナーを行っておりますので、お気軽にお問い合わせご連絡ください。連絡先等は概要欄に載せておきますのでご確認ください。よろしくお願いします。